では、まあ、勝負ではないですが、では準備はよろしいですか。はい、ではお願いします。あ、すごいすごい、あの召喚早いですね。どうでしょう、実際に。難しいなかなかね、疲れてくるんですよ、これって。うーん、ね、疲れてくる。すごい。あ、これ一回丸めとかやるのすごいでしょ。やっぱり僕もそのカヌーで握る競技なので、うん、そう、これはこうやって握力だけ鍛えてるね。これってあんま使わない、これだけってない。でこれも一応デュアルタスクみたいな、握りながら開いたりとかね、はい、で形が一度たりとも同じ形にならない。ああ、なるほど。毎回いろんなところに力が入ってるとか、ね、あるカヌーのもう後半ぐらいの疲れぐらいに出てきました。なるほど。そんなにあの、ね、カヌーも僕は思ったんですけど、はい、体ってこうダイナミックに動かすばっかりじゃなくて、結構スティルネスっていうかね、止めとくことも結構大事で、なのでそういう保持したりとかね、まあ、体がちゃんと芯ができるようにね、まあ、そういうのも大事ですよね。普段し慣れたこのトレーニング以外を採用するのっていうのもなかなか効果は大きいということなんですかね。とにかくその新しいことに挑戦することはデメリットは一つもないので、うん、何でもこう挑戦するのは特に僕は大好きです、ね、オリンピックが1年延期っていうことでね、コロナの会の状況でね苦労されたと思いますけども、逆にこういう時だからこそ、スポーツは大切だなと僕は思います。競技スポーツのみならずね、日本全体が元気になるようなね、まあ、こういう時だからこそ何かスポーツは、社会に貢献できるんじゃないかとか、なんかそういうのありますか。そうですね、やっぱりスポーツをやってる身として、こうスポーツやってる時って没頭できると思うんですね。で何かに没頭できる瞬間ってこう人間として非常に幸せな瞬間じゃないかなって僕スポーツをやってて思っていて、でそれが必ずしも競技スポーツではなくて、その家の中の、あのおうちエクササイズでも何でも、その体を動かすことでこう何か一つに集中できて、それが没頭につながることで、例えば何かちょっとしたストレスから離れることができたり、そういう時間を設けられるので、そういう何かスポーツをするきっかけだとか、そういうスポーツをやる何かこう前向きなマインドっていうものを自分はアスリートとしてもこう皆さんに伝えていくことができたらなと思っています。ぜひ羽田選手の、ね、おっしゃったように何でもいいと思うんですよね。なんかちょっと、エクササイズでも身体活動を見つけて、家の中でも、ね、ちょっとこうチャレンジしてみよう、今いろんな映像もありますからね、ちょっと真似してみて、怪我はしちゃいけませんけどね。さっきの新聞もまずしっかり読んでいただいてから読んでからね、やっていただいてね、ああいうのでもいいですし、今我々も一瞬こういう取材してる時でも取材を忘れてますよね。だからこうおって一生懸命な、今スポーツ庁の長官というお立場で、その我々のようなこう本当に競技としてスポーツに取り組んでいる選手に対して何かこうお願いというか、何かこう求めるものみたいなものありますか。例えばその我々もこう競技に専念する競技が第一ではあるんですけど、やっぱりその何かこう元アスリートの長官の立場から何かお願いだとか、それ求めることがあればどんどん答えていって、そのスポーツ界の発展にも尽力させていただきたいなと、多分僕だけじゃなくていろんなアスリートが思っているので、うん、ぜひ聞いてみたいです。本当ありがたいです。やはり現役の選手でね、トレーニングするときはそれに専念していただいて、でもそれを頑張っている姿そのものが本当にみんなの力になると思います。一方でおっしゃったように社会に還元するっていう話で、現役の選手っていうのは発言力発信力もありますし、また引退してから話すことと現役中に話すことはちょっと違うんですね。私が言うよりも羽田選手が若いそれこそ人たちね、同世代の人に言う方が共感は
あるんじゃないかなと思います。なのであの若い人はいつも注目していると思いますし、羽田選手のような選手に、ね、あのなりたいなと思う人もいるわけですから、ぜひあの若い人のこうあの目標となってあの頑張ってね、またそういうところもあの普及活動もね、スポーツ振興をぜひまたご協力いただきたいというふうに思います。ありがとうございます。すごく心強かったんですよね、あの長官にご就任された時に。なんかよりこう、そのお互いの分かり合えるものがきっと多いと思うので、もあのアスリート同士ということで、なんかそういうことでもっともっと自分も協力できないのかなとは常々思っています。カヌー競技全体としてのレベルアップのためにですね、第一人者である羽田選手がどのようにして取り組まれているかの教えてください。あのリオ大会をきっかけに、そのカヌー競技自体のこう認知度というか、そういうものは非常にこう東京オリンピックに向けてもこう高まったとは思うんですけど、実際にこう普及にはなかなかこうつながらないのが現実で、ただそれが非常にもったいないなと思うのは、あの日本は池もあるし、湖も川も海にも囲まれて、その水がたくさんある地域であるにもかかわらず、なかなかそのカヌーと触れ合う場がないっていうのがすごくこう自分としてはもどかしいところで、今なかなかその選手で時間が取れないんですけど、よりその選手だけではなくて、もっとレジャーからだったりだとか、そのレジャーで興味を持った方が選手にこう安心して移行していけるような、いろんな幅広い世代の方が触れ合えるようなカヌーの土壌っていうものを日本で作れたらいいなと思ってます。まあ、スポーツ庁としては日本の、ね、スポーツ界全体がまた盛り上がってきたり、今おっしゃったようにあのできるだけこうやりやすい環境で多くの方があの参加しやすい形にしたいと思いますけども、まさにあの羽田選手を見てね、カヌーやってみたいなっていう人は必ずいると思うんですけど、いてもどこでやったらいいかなっていうのもあると思いますし、うまくその辺のねあのマッチングができると、カヌーで楽しむレジャーとしてのカヌーであったり、また競技人口もね増えていく可能性もあると思いますし、今はねあの大会に向けて全力でされてますけど、あのまたそういったこともねあのご協力してください。またぜひよろしくお願いします。日本としてその5年後10年後どういう環境であるべきかですとか、まあ、こうあった方がいいっていう思いっていうのはありますでしょうか。以前と比べて一番違うのは、この東京オリンピックのカヌー会場が今の日本にはあるということですね。やっぱり今までその人工のカヌーコースっていうものが日本中になかったので、それが今この日本の真ん中の東京にできたことが多分我々にとって非常に大きなことで、であのカヌーコースをきっかけにそのカヌー競技を知ってもらったりだとか、あのアクセスもすごくいいですし、安全面もすごく管理されてますし、誰でも我々選手だけじゃなくて激流なんですけど、例えばラフティングとかカヌーだけじゃなくて、そのウォーターアクティビティに非常にこう触れ合いやすい施設なので、それをこうカヌーだけじゃなくていろんなものに活用した上でカヌーもこう知っていただきながら、あの施設をたくさん活用していけたらなと思っています。最後にですね、まあ、今新型コロナウイルス感染症の影響がまだまだ続く中ではあるんですけれども、多くの方から羽田選手に応援ですとか、まあ、期待の声がまあ、お受けになっていると思うんですが、そんな中で改めてですね、この動画をご覧になっている国民の皆さんへ、この東京大会に向けた意気込みですとか、何か伝えたいメッセージがございましたらお願いします。はい、今はとても特殊な状況で、それぞれの大変なことがあるとは思いますが、僕は僕の目標に向かってまっすぐ進んでいって、またその過程でスポーツの力だとかスポーツの魅力っていうものを伝えながら、皆さんと一緒にこうこの状況を乗り越えていければいいなと思っています。今日は羽田選手ありがとうございます。今日先ほどもね、スポーツをしている時没頭するでしょって、それは本当にその通りだなというふうに思いました。何か夢中になって没頭することがね、しかも体を動かしたり、これはすごく人間にとっての喜びそのものだと思いますね。ぜひ皆さんも体を動かす機会を、ね、作っていただいてやっていただきたいと思いますし、羽田選手に関しては、まあ、こういうイレギュラーな状態で大変な中乗り越えて、オリンピックに出場して予選を勝ち上がって、
決勝に行って、ね、で、うん、その時その後にね、うん、どういうコメントをするのかがまたどういう思いをするのかな、で何をどういうことを学ぶのかなってことが、あのメダルの期待もありますけどね、どういう学びがあったかっていうのをぜひ聞いてみたいですね、終わった時。今回はカヌースラロームの羽田卓也選手にお話を伺いました。東京大会でのご活躍楽しみにしております。頑張ります。頑張ってください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。